それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴことになってるぜ。こいつ どうすればいいのか全くわからない。ストレートを身につけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすればいいのか。兵一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃ我、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワー、ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。京一さんもおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖い。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね、この頃。そうか、変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけど。それだけ藤原が成長してきているってことなんだ。俺はな、まずリーダーバトルになってケースの藤原にあえて課題を投げてほしいけど。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があることだしな。全てを予定通りにコントロールができない。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったよな。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーダーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわー、やべえ、威力あるぜ。流しっぱなしでクリアかい。ほうほう。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上のウェイトハンドだ。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利となり、相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。やるのか、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちは普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったっけ。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。スイスイ浮き上がってだんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのこと。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。
絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミノを通過したってさ、40-50メートルの恐ろしいぜ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。目線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションではありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたらこのバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる、2000のボディ全体から伝わってくる。濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。きれい、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗。やっぱ自分よかコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に変えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすのか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスだ。絶対離さない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原のプッシュは、東道塾の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ性質なんだ。目から入ってくる情報が不足していても頭の中に浮かべるイメージでそれを補う。藤原はこの能力が突出して高いんだ。あれ行くか。コーナーの R で限界スピードを瞬時に見極め、今日1390編成でのバトルつけ、ウォッチを入れる時間を少しでも長く取るんだ。それこそ藤原の天才的なテクニックを支えている電気の足。いっけえ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。何が起きるか分からねえけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くる、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。
ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない、考えてる暇ない。わかんねえな、行くしかない。ましたよ、池谷先輩。俺、キルト。うわぁ、泉がいなくなった。バカな、ありえねえ。小玉川までぴったりと前哨灯が張り付いているはずだ。線が消えただと、ありえない。一体どこに消えたってんだ。そんなことが。伝承灯を消し闇に紛れた。ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。今は自分の走りに集中しろ。だから、もっと相手が見えないのはあっちも同じだ。